この取り組みは首都圏の IT 企業などからワーケーションの希望者を集めようと始めるものです。複合施設アルネ津山にあるサテライトオフィスを拠点に、県外から集まった人と地元企業の人材が交流し、新たなビジネスチャンスにつなげるのが狙いです。津山市役所で協定の締結式があり、この事業を進める市や NTT 西日本、東京の IT 関連企業の代表などが協定書にサインしました。地域がですね、便利になったなとかですね、あるいは生活が非常に生活の快適度がアップしたと、まあ、こういったことをですね、感じていただける、こういった街にすることによってですね、地域のブランド化を図っていきたいと。津山市は今後首都圏などから企業や人材を誘致したいとしています。